スカウト運動におけるパイオニアリングとはロープと演材を使い縛りと結びを駆使して工作物を作る技術のことである。パイオニアリングはキャンプ生活に用いるテーブルなどの小物や橋、信号棟といった工作物の構築に用いられる。これはレクリエーション、装飾的であるとともに実用も兼ねたものである。パイオニアリングは ボーイスカウトがあるスカウトにおいて実用的な技能、チームワークと問題解決の教育に用いられる。多くのスカウティング組織では代償様々なパイオニアリング技能、構築の訓練を行う。キャンプではテーブルや棚などの小物やキャンプサイトの入り口の門などを構築することがある。パイオニアリングは多くに 国のメリットバッジに採用されており、1920年代から1930年代にかけてはイーグルスカウトの取得要件にも含まれていた。パイオニアリングという名称は18世紀から19世紀に用いられたパイオニアに由来する。パイオニアリングの技能には結び縛り継ぎ、作炭処理といった結束技能やロープ、木材の用い方が含まれる。 作成中のモンキーブリッジ以下は、パイオニアリングにおける基本的な結びである。以下は、構造物の安全性や、利便性向上のために用いられる。基本構造、左から、A フレーム、台形橋脚、三脚以下の基本構造はいくつかの、パイオニアリングプロジェクトの構成要素である。スウェーデンのスカウトによる観覧車二つの三脚を、組み合わせた立ちへっついで、 ホイール調理をするボーイスカウト。ありがとうございます。